ックフルーリーを食べたくなるんだ。ホームステイしてた14の頃、その浮きではいつもデザートが出ていた。家族で寒い夜に外出しては、アイスの何かだけだ俺をとチョコレート、知らない国の雪道ドライブして、車の中でワイワイと食べたんだ。英語が喋れなくて Thank you と言うだけの拙い日々だったけど、家族で集まったデザートを食べる記憶は悪くない。Chicago